クルッサホノルムとは、共和制ローマ期及び、初期の帝政ローマ期の政治的な野心を持ったローマ人階級者が対象が最高の官位であった、失政官に就任するまでの取るべき進度のことを指す。日本語では、名誉のコース、名誉のキャリアなどと訳される。クルッサホノルムの対象となる政務官としては、コンスル以外にプライトル、クワエストル、アエディリスクルリスが含まる。 プレブス出身者の場合は、アエディリスプレベウスとなり、これら以外に、五民間が該当する。各政務官には、非選挙権を得るための最低年齢が定められた上で、同一公職に連続で就任するのも、法律で禁止され、また間隔も定められていた。しかし、共和制ローマ末期の内乱の一世紀の頃には、これらの規則は空文化し、例えば、ガイウスマリウスは、 紀元前104年から紀元前100年まで5年連続で、コンスルの地位を保っている。なお、古代ローマで、覚醒無観はいずれも無報酬であったため、クルスサホノルムを目指すには相応の資産背景と家柄が必要となった。ノースホモで失政官まで上り詰めた人物として、ガイウス・マリウスやマルクス・プリウス・キケロラがいる。おそらく紀元前367年の リキニウスセクスティウスポー以降、政務官経験者が元老院に入りする流れが出来上がったと考えられており、館内の戦い後の元老院議員補充の際には、まずパトリッキの政務官経験者から補充され、足りない分をプレブスから投与している。紀元前150年までには、クアエストルが登竜門とされ、プレブスのクアエストル以上の経験者でも議員になる資格を得たと考えられている。 紀元前180年に、五民間、ルキウス・ウィリウスが定めた法によって、初めて政務官立候補者の年齢制限が提起され、その頃には、政務官の序列が確定していたと考えられているが、それ以前には、確固とした制限や序列があったわけではなかった。紀元前3世紀中頃あたりから婚する経験者が、プラエトルに就任する例がなくなることから、 紀元前2世紀までにはこの海底が出来上がっていったことが伺われ、またプレブスに関しても同じ頃に、古民間平民アゼチカンプラエトルの序列が出来上がったと考えられる。ウィッディウスポーでは、政務官の最低年齢を、湿生官が43歳、プラエトルが40歳、アエディス・クルリスが37歳と定め、各政務官の任期終了後、次の政務官選出まで2年のインターバルが、 定められた。また、スッラの定めたコルネリウス法では、クワエストルプラエトル、執政官の序列が決定された。クルスサホノルムの一例を以下に挙げる。ありがとうございます。